ばい。うめえ。やばい。うめえ。ヒカキンってマジだよ、ビートボックス。ヒカキンさん。いや、いいと思う。ヒカキンでいい。うん。で、途中からヒカキンさんでしょ。ごめんごめん。いや、ヒカキンってマジだよ、ビートボックス。うまいんか。おい。どうも。アジアチャンピオンです。ビートボックスバトルっていうものがこの世には存在しておりまして、ビートボックス対ビートボックスで戦い合う、そんな素敵な競技があるんでございますけれども、俺らはタッグチームって言って、二人組同士でこう、戦い合う種目のアジア大会でナンバーワンなってるロフというチームでございます。バリオのバイメガビン。まあ、そもそもヒューマンビートボックスとはっていうところなんですけれども、こんなもんでしたろ、おい。いや、そんで、まあ我々アジアチャンピオンとして、やってるわけなんですけれども、そこで、みんなが、こう、結構気になってるであろう。プラス、俺らも、ビートボックスやってますって言ったら、めちゃめちゃ、マジで聞かれる。いや、ヒカキンさんってマジでビートボックスうまいんかっていう話ですね。これはマジで言われない。マジで言われない。マジで言われるよね。1000% 言われるね。そうなんですよ。ちょっと、今宵は、謎をね、アジアチャンピオン目線から見て、本当にうまいんかい、どうなんかいっていうところをちょっと、本当に一競技者として、アジアチャンピオンとして、真実をちょっと解き明かしていこうかなと思います。A few inches later. 最初1本目見ていきたいのが、スーパーマリオビートボックス。めっちゃ懐かしいやつ、ね。めちゃめちゃ伸びてるよね。これはあれだよ、ちょうど10年前に、ヒカキンさんが、あげたとされる伝説の動画ですよね。みんな知ってるやつね。これね、一十百千万十万百万千四千九百三百万回再生されてます。素晴らしい。すごいわ。単純にすごい。再生回数がすごい。まずは小手調べと言わんばかりのこの一番有名な動画見ちゃおうかなっていう感じですよ。いきますか。いただきます。いや、うまいんだよね、うまい。いや、うまいんだよね。普通にうまいね。まあね、でも、できなくはないっすよ。ここぐらいまでだったら。でもなんか、独特のさ、うん、グルーブというか、はい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 。ヒカキンさんだからこそのビートっていう感じがするね。うんうんうん、っていうか、まず、10年前。うん。10年前、これをやる発想というか、うんうん、キャッチーさというか、まあでもできるでしょ。いや、できない。そこしかできない。よし、ちょっとやる。できないね。原田。もうね。できないですね、これは。いや、できるだろ。いや、微妙だね。やっぱ俺がやると、うん。いや、なんかね、クオリティ高い、普通に。一音一音の。うん。できません。なんかね、リズム入れるところもなんか、こだわっとんな、みたいな。スネアの位置とかね。トゥントゥントゥルトゥントゥンみたいな。わかるわかる。こだわってんな、10年前なのに。これすげえ、普通に。これなんだよね。一番どうやってやってんのこれ。あれでしょ。じゃあ。ってこと？そう、スー。マギネタ？そうそうそう。待て。お。近ない？でもなんか違う、ね。
でもなんか違うんだ。いやーね、なんかここすげえよな。すげえ。すごいすごい。いや、すごいわ、普通に。これ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 。俺これ知ってんだけど、うん、喉バス1個入れてんの。あ、マジで？ん？ああ。多分聞いたらわかるよ。はいはい。おお。やば。めちゃめちゃうめえ。何これ。ああ。天才じゃん。やばい。やばいじゃん、普通。スプーン、スプーン、スプーン、スプーン。ああ、そうだそうだそうだ。いや、ていうか、このね、スネアの音がマジでえげついんだよね。いや、特殊だよね。特殊。めっちゃかっけえ。いや、ほんとだ。めっちゃかっけえ。これはできますわ。誰でもできます。ここの顔やばいな。これやばいな。頑張りが見えますね。ここ好きなのよ。すまね。まあでもこれぐらいだったらね。なんかさ、ハミングビートって言って、すげえ。あの、ハミングビートって言ったら、その口の中の音と鼻歌を同時に出すっていう技術なんですけど、うん、どうしてもね、こう、人間ね、二つのことは一つにできませんから、携帯いじりながら会話できないから、俺。俺だけね。あの、二つ同時にやるのめっちゃむずいんだよ。どっちかに寄っちゃうんだけど、めっちゃ綺麗なんだよね、これ。すごいよ。しかも、スネアもぶれないしね。今、裏の。聞いてなかった。今、スネア裏取ったの。聞いて。うめえ、やばい、うめえ、今のはうまい。え、できるってことでしょ。そうそうそう。やばい。いや待って、無理だ。え、ちょっと待って、本当にうまい。ここおお、すげえ。大得です。レベルアップした。うめえなあこれ。いや、これやり始めの時はね、っていう音が分かんなくて、もうね、試行錯誤したもんですよ。恥ずかしい。ねえ。声多めだね。ね。あ、結構荒れてる、荒れてんね。荒れてるね。結構必死こいてる感じはしますよ。っていうか、の、バス2連打入れるセンス良くない？ていうか、やだよね。そう。今のビートボクサーはさ、結構、うん、このタムっていうかさ、タムっていう技なんだけど、これ使わない。確かにね。わりかし、もう、無声音の方に走ってる人が多いから。声入れないでね。本当にどうやってやるのか分かんなかった。最初。謎だったね。
これやばい。これこの顔好きなんだよね。なんかシビい顔してる。そうめっちゃそうシビアな顔してんのめっちゃ好きなんだよ。なんか顔さ 1.5 倍ぐらいになってないこの時。めちゃめちゃ失礼だ。いやでもめっちゃうまいのよここ。もう一回言っとく。10年ではね、それはもう、変わりますから。